おはようございます。おはようございます。とうとう当日、はい、朝、まあ今6時前ぐらいかな、ちょっと5時ぐらいから水抜き、最後一発かまして、まあ体重計ホテルの方に借りて、まああんまり全然やっぱり前日っていつも寝られへんから、はい、まあもう30分寝たら起きてみたいな感じの繰り返しで、はい、まあ逆に寝えへん分カーブアップとかギリギリまでしてやってた感じで、それで朝一体重測る 83.3、はい、まあドンピシャやね体重は、けどまあ気持ちちょっと82まで数字だけちょっと持っていきたいなってとこやから、まあ、82ぐらいまで82キロ台まで水抜きして、うん、まあ、7時半か8時ぐらいかもう一発カラーリング戻るんで、はい、それ終わってそのままもう受付して、うん、もう11時ステージ一発目リージョナルって感じだから、まあまあまあまず一回体重自分の予定の体重にしたら、あとはちょっと食えるというか、うん、うん、まあ水抜きってあのどこまでするかって言ったらほんまにまあ30分か1時間ぐらいで多分いけると思うねんけど、はい、まあ42、3度で結構もう半身浴とか全身浴繰り返してる感じかな今は。まあ最後やからまあここは気合で、はい、カラカラやけど、多分顔とかも多分結構1日で変わるから、やっぱりこの、はい、こけるというか、うんうん、まあこれ終わって体重が目標ぐらいまでいったら終わりにして会場向かおうか、はい、ちょっともうフラフラやから高弘にさよなら一発やし、昨日高弘も寝るの遅かったのに、もう昨日取ってくれたやつもうあげたらしいからちょっと結構雑になりました、ね、いやいやすごいよもうほんまに、うん、まあまあこんな感じで大会の当日とかは過ごしてる感じですね、いつも、うん、もうやっぱりもう3日ぐらい前からそんな寝れへんなるし、うん、やっぱりもううん、まあ寝れる人は寝れるかもしれないけど、僕はもう興奮して寝れない、全く、はい、考えすぎるし、うん、だからその時はまあ横にはなるけど、わざわざもう寝ようとかも考えないし、うん、リラックスして音楽聴きながら今日も、まあ初め家族の部屋と一緒に部屋に撮ってるけど、やっぱ狭かったから、やっぱそのもう急遽一人で借りて、でもう大会の時だけは一人で過ごしてました。うん、まあこうやってあのまだ喋れてるから元気やから、はい、うん、いけるよ80人まで持ってったら多分なんとかなる、なんとか、まああと出た後コンディション多分結構やばいと思うんで、水抜けたら、まあ、それもちょっと見せれたらいいかなって。しかし暑い、出た、俺の目標の体重、そうやね、82.6 やね。まあ今年最小値やね、これで、はい、うん、まあ今までそんな水やっぱ練習で抜くとか嬉しいひんから、まあまあけどここを目標に、体重の数字だけで言ったらここ目標やったから、はい、まあドンピシャかなっていう、うん、ここありやん、これで今朝からちょっとリクエアしてもらって、でこれ今日塗ったらもう一回ちょっと一回帰ってシャワー流すのあかんから、一旦帰ってもう会場向かおう、こんな感じで、はい、綺麗に出て、うん、
いよいよです。はい、いよいよ当日、もうちょいで千秋号の時間やから、はい、ちょっと申し訳ないね、荷物持ってもらって。全然大丈夫です。結構やっぱり今ちょっと寝てて、やっぱ寝てもうたら一瞬で。あ、ゆめさん。ゆめや、ゆめ。ゆめおる。お久しぶりです。 IFBB プロの、はい、ゆめです。ゆめ、明日やもんな。どう、仕上がりは？体調もいいって、はい、多分俺も頑張って水抜いたから、はい、まあ、82キロ入ったから、まあまあちょっと見といて。楽しみやな、多分。楽しみですね。絞りは多分、まあまあいつもよりはしんどいけど、過去一、多分過去一やと思う、体重の軽さで言ったら。黒さんや、ありがとうございます。まあ絞りの感じは多分、いいかなと思う。なんとか仕上がってよかったな。なあ、めっちゃ受けた。広島と一緒の体重まで乗ってったんで、ちょっとちっちゃいかもしれんけど、まあまあけど、ステージだったら高い、でかいと信じて、まあちょっとでも追いつきたいから。まあ、あの、会えてよかったらさ、すみません。頑張ってな。頑張ってな。すみません。すみません。また終わったら飯行こう、ほんまに。終わったらもうほんまに飯いっぱい行こう。頑張れ。待ってね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。もうくれんの、もうくれんの、もうくれんの。これ中見て。エグいって。ちゃんとカツも入ってるから。マジで。一旦中見。ラブレター、ラブレター、ラブレター。はい、やない。ゆきありがとう。はい、頑張れ。頑張ろう。ここがいいやん。一番、俺一番ここがいい。ここが一番いいやん。まだ終わった、行きます。一番に行きます、ここ。あっこが目引いたわ、俺。やっぱり食べ物がいいね。そうですね。いきなり儲けたやから、ユッキー。あれきついっすね、結構。きついな。あれ通るのきついっすね。きついけどな、楽しいな、もうここまで来たらな。おー、亀井さん。ありがとうございます。今日はブース出してもらって、めっちゃ顔こけてるじゃないですか。結構頑張った、ね、準備 OK ですね。まあ、原料は多分目標の数字まではいけたんで、まあ、あとはちょっとクラスは、クラス B、 B クラス、まあ、1回リージョナル出てみて、ちょっとそれで体見て、もう1回メインの B で挑戦かけて。あ、いいですね。あ、じゃあもう今日は朝一から。そう、朝一発出ます。忙しいですね。What's up、金木さん。What's up。 もう多分ナンバーワンフィジック。いや、もうナンバーフィジック前、まあ、すごかった。3位。いや、ありがとうございます。あれはやばいですよ。もうそこからちょっと、まあ、自信がついたんで、世界のトップ狙いたいと思う。ほんまにやばいっす、ね。いや、でも直樹さんがでかいですよ。やばい。大阪のキング。そう、まあ、ちょっとね、僕はちょっと違う路線で攻めていくんで。あと行きます。応援してます。ありがとうございます。頑張ります。今日は1日30分で、ええ、どうです。じゃあもう今日も直樹さんの日やと思う。何とか見せれるぐらいの体作ったので、またちょっとお願いします。ぜひよろしくお願いします。お願いします。あの、僕のジムに入れてもらっているデュアタさんです。またもう大人気なんで。ありがとうございます。じゃあ今ここバックステージ入ってきて、まあ、10時ちょっとぐらいかな。あと多分1時間後にリージョンステージかなって感じだから、今今年のサーフパンツ、うわ、これクロノスさんのサーフパンツ、で行きます。めちゃめちゃかっこいい色やし、多分赤って結構僕好きな色で合う色やと思うんで、これちょっと今日着用して、あのサイズ感もすごいいいんで、入ってちょっと勝負していきますね。しんどいわ、水切ってるから、けど倒したっていいだから、あとはステージ楽しもうかな。まあリージョナルやからってね、気抜かんとしっかりとパンプして出ていこうかなと思うんで、それ見てまた本番のプロクオリファイの方
考えるかなっていう。いいんじゃない？来てくれた、来てくれた。ファミリー。これは誰？これは誰？はい。はい、はい。これはのファミリーです。カレンがどこ？カレンちゃん。カレンちゃん、カレンちゃん。パパやろ。今日頑張るからな、お前。パパ頑張るからな、お前。見ときよ、お前。これが中村家だ。パパ頑張るからな、カレン見ときよ。ああ。もう水ないから死にそうよ。死にそう。マジやばい。タケ久しぶりに行きましょう。NPC ワールドワイドブラブリジェイリージョナルショー。
もう言うてる前な。大きな歓声が上がらないこのゲームなんですけれども、今ね、こちらで気がつかな宇宙をね、応援です。44番と45番選手、いよいよ久しぶりのコンテスト、次のパンツ出ないよね、まだ出てる、まあ、これリージョナルなんで久しぶりだからちょっと緊張すると思うんで、はい、ちょっとポージングしっかりとってまだ1回動画で確認して、はい、次につながる、はい、OK です、次回よいしょ、帰ろう、頑張る。エントリーナンバー50番松ヶ迫直也、エントリーナンバー51番小峰明、エントリーナンバー67番阿部和人。はい、それでは行きましょう、フロントポーズ、バックポーズ、はい、フロントポーズ、67番と15番シフト、50番と49番シフト、13番と12番バックポーン、はい、フロントポーン、67番もう少しこっち、正面です、正面です、49番と12番スイッチ、大きな拍手を送りください。バックステージ、バックステージ、バックステージ。はい、じゃあ行きましょう。フロントポーズ。
get back home. È pronto poi.以上、メンズフィジークマイナス170でした。なんとか、はい、残ってたな。はい、あ、久しぶりのステージ緊張した。どうやった？いけてた？いや、よかった。よかった、めっちゃ緊張した。はい、あ、まあ、とりあえず一安心一瞬。はい。最初から最後まで動かんかったから、そうですね、大丈夫かなと思って、センターな。よかった、大丈夫だった。背中も、あのライト当たって、目つぶれてました。真ん中だったら、じゃあ結構勝負ですね。そうですね。とりあえずリージョナルはこれで終わりやと思うんで、はい、まあやっぱりすごいまだ汗出たんで、うん、まあ、まだ水抜けるなっていうことで、まあ、ちょっと回復して次4時からのステージかな、毎回ステージ立ったんで、はい、ステージの感覚つかめたから、ちょっと次は緊張なくステージ立てるかなっていう感じで、はい、でも今回の大会の結果良かったですね、うん、良かった、ほんまに良かった、うん、ほんまに助かった、うん、そのピークを1回で合わせることができたから、そうですね、うん、そうなんだ、久しぶりになんかもらった、はい、嬉しい、素直にやっぱり、うん、大学はやっぱ緊張してたから、まあ、でもどこかでですけど、最先スタート、はい、はい、もう早速コウスケ君来てくれて、はい、今ステージ来てくれて、めちゃくちゃ良かった、ほんまに嬉しい、これはプロいけるよ、良いわ、いや、マジだけどこれ差し入れ今いただいて、アスカさんから、アスカさんからももうみんなありがたい、ほんまにみんな応援してるから嬉しいね、まあ、もうあともうちょっと頑張って、いや、来ます、めちゃくちゃ良かった、もう泣きそうやもん、ちょっといや、僕の方っすね、それ早くも泣きそうなのよな、あと少し、まあ、頑張ります、頑張ってね、はい、OK です、頑張ります、久しぶりのジャーリーを、はい、久しぶりのジャーリーっていうか、まあ、うちのこの番組にはあの初めてやけど、出たかったんですよ、直樹さんの YouTube、 めっちゃすごいから、こいつめっちゃすごい、京都やんな、元はな、もともと京都行ってな、で京都で、僕が多分2年目のコンテストで大阪に出た時にやっぱでかくて印象的で喋って、うん、そっからちょいちょいコンテストとかで会うぐらいやな、まあ、その最近ちょっと、まあ、なあ、仕事とかで、はい、ちょっと離れてた感じがあったけど、帰ってきたからちょっとこのジャリーのトレーニングちょっとやろう、一緒に大阪行くんで、うん、その時分回しやろ、もう計算された分回しやろ、めっちゃ丁寧です、よっしゃ言うたな、よしびちゃくちゃびちゃくちゃやからトレーニング、もうめっちゃ低重量っす、めっちゃ計算、めっちゃ頭いいねん、はい、こいつって怒られるけど、めちゃくちゃ頭いいんですよだからその理論の多分その連動と感覚が全部はまったような、うん、ほんまに面白いトレーニングしてるんで、うん、はい、なんかそんな感じ、イメージは俺のね、なんか結構はちゃめちゃに見えて多分計算してるね、自分の効果にはめてんねやろ、うん、みたいな、そうですね、まあ独自理論は多いと思うんで、ブランチみたいな感じのイメージ、うん、だから、まあ、ちょっと今度コラボしようよ、お願いします、せっかくやつな、大阪行った時はな、名古屋行った時には全然、うんうんうん、名古屋、ほんまに俺これからオフやからな、はい、いろいろ今役作っておこうと思って、ここで言っておいたら次言ったやんって言ったやんって言われてるんで、バカとかなんかやろうな大丈夫です、とりあえず明日の本番のな、はい、クラシック頑張って、プロになったら、この話なかったとかやめてよ、うん、プロになっても連絡返すんだよ、プロになるから多分彼は、いや、直樹さんもプロ、うん、まあまあ、今日もね、うん、今日僕もステージ立った、あの写真今すぐもらったけど結構良かった、うん、だからまあまあちょっとあの少しでも僕も狙っていきたいんで、まあまあこうやって切磋琢磨できる友達が一人でも、まあ、増えたら楽しいから、いや、マジ楽しかったっすね、リージョナル、まあ、私は本当にリージョナルはもう直樹さんの隣に食らいつくのが、いやいや、フィジークは、フィジークはクラシックまで教えてもらうから、プロだったら教えてもらうかしら、いや、もうね、クラシックなんで出ないんですか、本当になんでこの足あってクラシック出ないんですか、今回初めて82キロまで落ちたから、はい、クラシック出れる自信が出た、俺82キロでいけるから、
なんかそれもいい自信だったから、やりましょう。まだコラボお願いします。僕は先に明日行っとくんで。よっしゃ。じゃあまた楽しみにして。よっしゃ。ありがとうな。